もし体の左側だけに不調が現れる場合、それは何かのメッセージかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様は体の半身だけね、体の不調をきたして痛みがあるなどの時はございませんでしょうかね。実はこういった片側だけの不調がある時というのはですね、スピリチュアル的なメッセージがあなたに届いているとも考えられますよ。この不調の意味を理解なさることで、今あなたが解決すべき課題が見えてくるかもしれません。そこで今回は、体の左側に絞って、左半身に現れる不調の意味ということについてお話しさせていただこうと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますね。それでは行ってみましょう。なぜ左側に絞って解説させていただくのかと申しますと、そこには深い理由がございます。日本でも古来より伝えられております陰陽五行説という世界ではですね、この左側の体半分、こちらは陰、そして右側半分を陽というふうに分けて考えております。そもそも陰陽五行説と言いますのは、古代中国で生まれた陰陽説と五行説が結びついた思想でございます。まず陰陽説と申しますのは、宇宙の真羅万象を陰と陽のこの2つの木に分けて説明する考え方でございます。世の中には陰と陽、マイナスとプラス、月と太陽、女性と男性などね、様々なものが上手にバランスを取りながら調和を保っております。その中でも左半身を指しております陰の意味合いとしましては、私たちが備えている女性性を表し、冷静、沈着、柔らかい、止まる、安心などなどといったね、そういった特性があるとされております。またスピリチュアル的に考えますと、右側は未来を意味しておりまして、左側は過去を意味いたします。体のどちらかに痛みが偏る場合は、この左右のエネルギーの流れがスムーズはないと考えられております。スピリチュアル的な観点から考えますと、エネルギーの循環がうまくいかないと様々なトラブルが起きますし、本来できることができなくなります。それでは、体の左側だけに不調が起こる場合のスピリチュアルメッセージというのは、一体どのようなものなんでしょうかね。左側だけの不調の意味やメッセージについて、ここからは詳しくご紹介してまいりたいと思います。もし体の左側だけに不調が現れる場合、それは何かのメッセージかもしれませんよ。左半身に現れる不調の意味やメッセージ4選、1つ目は、家庭をおろそかにしておられませんか？陰陽五行説の世界では、この左側は女性性を表しておりますから、女性のエネルギーがうまく循環していないことを示しております。そもそも女性性とは一体何かと申しますと、美しさ、需要、共感、包容力、優しさ、感情、柔らかさ、しなやかさ、バランス、調和などなど、こういったことが女性性の特性になるわけなんですけれども、こうした特性がうまく循環していない可能性がございますよ。ちなみに男性性と申しますのは、解決、決断、成功、競争、与える、論理的思考、一貫性、パワー、責任、リーダーなどの特性がございます。左半身に不調が現れているということは、右側の男性性とこの左側の女性性のバランスが崩れて、より男性性能に偏ってしまっている可能性があるサインなのかもしれませんよ。仕事人間なのは悪いことではないんですけれども、一方では家庭への意識をしっかり持つことで、女性性特有のバランスや調和が発揮されて、左半身の不調が解消される可能性がございます。最近仕事にばかり意識が集中していて、家庭のことがおろそかになってしまっているというスピリチュアルメッセージとして受け止めてみられることをお勧めいたしますよ。これは男性女性の両方に言えるサインなんですけれども、特に女性が仕事を優先しすぎることで、男性性が優位になって体の左右のバランスを崩しがちになってしまいますのでね、よりね、家族とのつながりを意識して大切になさってみてくださいませね。左半身に現れる不調の意味やメッセージ4選、2つ目は、自分の感情を抑えすぎている。あなたは自分の気持ちに正直に、自分らしく自分の人生を生きていらっしゃいますでしょうかね。自分らしく生き生き生きることで運気も上がりますし、日々の出来事も自分が納得しながら過ごすことができますので、心の健康にとってもとっても大切なポイントと言えるでしょう。さて、左半身不調が現れた場合、もしかすると自分の感情を抑えすぎているのかもしれませんよ。喜びの感情、悲しみの感情などね、うまく発散できずに溜め込んでおりますと、当然エネルギーの流れが悪くなります。エネルギーの循環が不足しますと、ネガティブな感情が大きくなって、左半身に不調をきたすとしたいったね、そういったメッセージとして現れているのかもしれません。ネガティブな感情は心の内に溜め込まないでですね、上手に手放してまいりましょうね。左半身に現れる不調の意味やメッセージ4選、3つ目は、未来に対しての不安を感じている。
あなたは未来に対して漠然とした不安を感じておられませんでしょうかね。私たちが抱く不安の原因は過去の失敗やトラウマに引きずられるか、まだ現実になっていない未来のことをいろいろと心配して心がそちらに奪われてしまっているからなのか、これはどちらかだと思います。あなたが未来に漠然と抱えているその不安はネガティブな感情となって体に不調をきたしてまいります。過度な過去の反省や未来への不安は体の左半身に不調として現れやすいとされております。そうした未来への不安や過去の後悔という名の執着を手放すことができれば左半身の不調を改善される可能性が高いですよ。精神的なバランスを整えることに意識を向けてまいりましょうね。左半身に現れる不調の意味やメッセージ4選4つ目は、人からの助言や親切心をちゃんと受け入れましょう。あなたは人からの親切な言葉やアドバイスをしっかりとね、受け止めていらっしゃいますでしょうかね。人からのアドバイスや助言などに反発心を抱くばかりではいけません。人からのアドバイスを受け流しておりますとね、左半身不調をきたす場合がございます。そうした時は、あなたの視野も狭くなっている証拠でございます。人からの親切やアドバイスを素直に受け入れる自分でいましょうね。ということでまとめ、左半身に現れる不調の意味やメッセージ4選1つ目は、家庭をおろそかにしておられませんか。2つ目、自分の感情を抑えすぎていませんか。3つ目、未来に対しての不安を感じておられませんか。4つ目、人からの助言や親切心を受け入れられておられますか。以上4つのご提案をさせていただきました。実は左側の不調と一口に言いましてもね、不調が現れるその体の場所によって意味は異なってまいります。それではこっからは体の部位やその場所別の意味についてお話しさせていただきたいと思います。左側の部位、箇所別の不調の意味7選1つ目は、左肩だけ凝る。左肩だけ凝るという場合は未来への不安を何か抱えていらっしゃることを示しているのかもしれませんよ。左肩が痛む場合はあなたが将来について悲観的になったりとかなりすぎていることが左肩の痛みとして現れてあなたにメッセージとして伝えてくれております。あなたは仕事や恋愛、家庭など未来に対して漠然とした不安を抱えている状態ではないでしょうかね。このメッセージを受け取ったら自分の気持ちをよく内観なさってみてくださいね。また肩に関してのスピリチュアルメッセージはあなたが余計なネガティブなものを背負いすぎていることも示しております。余計なものを手放すためにも自分自身の心の声に耳を傾けてみましょうね。左側の部位、箇所別の不調の意味7選2つ目は、体の左半身に違和感がある。スピリチュアルの世界では体調不良を起こしたり痛みやトラブルなどには全て意味があると考えます。体の左半身に違和感を覚えるのはあなたが過去の出来事にとらわれすぎていて前進できていないことを示しているのかもしれませんよ。体の違和感は心の不調の表れですから、こういう時も自分自身を見つめ直してみましょうね。左側の部位、箇所別の不調の意味7選3つ目は、体の左半身が痺れる。体の左半身だけが痺れる場合は、やはりエネルギーを上手にコントロールできていないサインでもございます。仕事や家事などやるべきことに対して無理をしてでもね、頑張りすぎていらっしゃいませんでしょうかね。頑張ることはね、もちろんいいことであると思うんですけれども、長く良い状態をね、保っていくためには、頑張りすぎないこともまた大切なポイントですよね。左側の部位、箇所別の不調の意味7選4つ目は、体の左半身だけがだるい。体の左側だけだるいという時はもしかすると息量などね、人から受けるマイナスエネルギーからの影響で心霊的に体の不調をきたしている可能性が考えられます。左側の部位、箇所別の不調の意味7選5つ目は、体の左半身だけ怪我をする。霊的世界では怪我をする時の理由について、今行っていることを一度立ち止まって振り返ることを意味しております。おまけに左半身に負う怪我などのトラブルがあった場合はご先祖様からのメッセージの可能性があると考えられておりますよ。左半身というのは女性性の特性を持ったエネルギーでございますので、素直な気持ちで柔軟に人からのアドバイスを受け入れていないことも示しております。これは生身の人間だけではなくて、あなたのご先祖様や守護霊様からあなたの状態を心配してメッセージを伝えてくださっていることもございます。だとすれば女性性を発揮なされて送られてきたメッセージをしっかり受け止めるようにいたしましょうね。左側の部位、箇所別の不調の意味7選6つ目は、左半身ばかりが病気になる。病気になると言いましても、体には五感が備わっておりますので、それぞれの部位によって、いろいろな意味としてのサインがございます。例えば、左側の目が病気になるなどした時は、目を揃わしたい、向き合いたくない過去の出来事を表しているとされたりとかね、左側の耳に不調をきたしますと、人から指摘されるアドバイスや親切な気持ちなども、素直に受け入れていないなんてことを示しているとされます。
なお、左側の頭が片頭痛を起こしている場合は、これまでの過去の出来事とか、自分で作り上げてきた固定観念でね、物事を捉える一つの考え方に縛られていて、そこに固執していることを示しているサインでもある可能性が考えられます。左側の部位、箇所別の不調の意味7線7つ目は、体の左半身だけが痛む。体の左半身に不調が現れた時は、自分の感情を抑えすぎて我慢ばかりしているのかもしれませんよ。スピリチュアルの観点から見れば、左半身の痛みや不調はいろいろな感情を示しております。仮に怒りや悲しみ、喜びといった様々な感情を表に出すことなく、心の中でぐっとこらえて気持ちを抑えすぎておりますと、体調不良としての警告メッセージが届いてまいります。自分の感情とうまく向き合うことは、蓄積して溜め込んだ感情を解放していくことになるはずですし、気がつけば心の不調も消えていると思いますよ。ということでまとめ。左側の部位、箇所別の不調の意味7選1つ目は、左肩だけが凝る。2つ目、体の左半身に違和感がある。3つ目、体の左半身が痺れる。4つ目、体の左半身だけがだるい。5つ目、体の左半身だけが怪我をする。6つ目、左半身ばかり病気になる。7つ目、体の左半身だけが痛む。以上、不調をきたす体の部位別にお話しさせていただきました。皆様いかがだったでしょうかね。自分にはそういうことあるわーと思われた人は、今回ご紹介した原因やサインについて一度振り返られてみていただきたいと思います。これらのサインを受け止められることで、この先あなたが何をすべきかが見えてくるはずでございます。不安定な気持ちでいる現状を魂が敏感に感じ取って、不調のサインを出されることもございます。自分を大切になさっていただくためにもね、これらのメッセージの意味合いを知って、しっかりと解決するよう心がけてまいりましょうね。そうすることで、あなたらしい生き方は今ここでできるようになると思いますし、あなたらしい未来を迎えることはできるはずでございます。ということで、今回の話が参考になったよと思えた、そこのあなた、いいねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また、左半身で気になっていた部位での解説が理解できたという方とか、何かのヒントになったと思われた方は、コメント欄にアウトプットなさってみてくださいませね。公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますよ。それではまた、他の動画でお目にかかりましょう。カンちゃん住職でした。